久保さん、まあ、今回はね、使える信用は使えと。使える信用は使い倒せにしましょうか。使える信用は使い倒せと。まあ、あのー、これぶっちゃけますけども、あの <laughs>、300万の車買ったんですけど、親にね、プレゼントしたんですけど、100万円は振り込みで、あ、100万円じゃないな、あのー、30万円はカードいいですよと、ポイントとか貯まるんで、みたいな。 どあのカードを30万までだったらいけません。まじですかじゃあカードでと。じゃあ残りは振り込みでっつって。で、200万はローンです。<laughs> まさかの。ね、親に親孝行しました言うてね、多分現金一括300万で買ったんじゃないかと思わせぶりの吉谷。<laughs> ローンです。ローンですよ。金利2.99。はい。これ審査通ったんでお、お願いしますみたいな。 いや、これはね、僕ね、あの、ビジネスをやってて、やっぱキャッシュフローなんですよね。常にやっぱキャッシュフローを常に僕考えるようになったので、まあこれ、堀江さんとかも言ってたような気がするんですけど、まあ車のローンって今安いんですよ。だから200万ローンで5年払いにしたんですけど、金利が15万ぐらいなんですよ。じゃあ、 考え方、これは考え方ですよ、15万円がもったいないって思う人ももちろんいっぱいいるでしょう、ただし僕とするならば、200万円の現金がその場でなくなるのか、それとも200万円のお金を使ってお金を生み出すってことができるので、じゃあ、その、なんだろうな、これがなくなるよりかは担保しといて、なおかつここでまたキャッシュを生み出すっていうことをやった方が、僕は、えー、いいと思ってます。 でもね、この話をすると、吉谷さん、じゃあ死んだらどうするんですかみたいな。あるかもしれないですけど、まあ、その時はその時ですね。すいません。<laughs> 知らねえっていう <laughs>。その時はその時で仕方なくないですかうん。まあ、一応、死亡、あの、僕、保険もかけてるので、死んだら何億かあるんで、それで重当すればいいんじゃないかなっていう <laughs>。保険金も、死んだら死亡保険みたいなのありますから、僕ね。多分、1億か2億か出ると思うんで。 うん、それで重当すればいいかなっていう。だから一応そのリスク回避はしてます。明日死んだらどうするんですかっていうところのリスク回避はしてますよ。保険入ってるんで。死亡したら、あお金残ります。お金残るというか保険金が出てくるっていうね <laughs>、話なんで。だからなんだろうな。うーん、まあ使えるしまあ久保さんの場合はね、まあ正直そのお金を借りれなかったから、正直仕方なく現金で買うしかないっていう状態だったの。 っていううとところだと思うんですね、うん、まあ確かなんだ車の税金関連でもランクルじゃないなねなんかあの車買った時あのー、あれなんでしたっけあのちょっと忘れましたけど <laughs> 何でしたっけな,なんとかなんとかでローンにした方がいいみたいなねまあ久保さんも多分それで一応キャッシュフローとかいろいろ税金とかいろいろやってると思うんですけどだからんだろうなうーん ローンが組めないんであるならば、まあ、お金稼ぐしかないし、ローンが組めるんだったら、もうガンガンやった方がいいと思います。ガンガンというか、なんだろうな、そのキャッシュフローを踏まえてですよ、すべてのトータル的なキャッシュフローを踏まえた上で、ローンが適切なのか、ローンが適切じゃないのかっていうのを考えて、それで使えるものは使った方がいいと思います。うん、例えば、 借金あって、借金があって、ノウハウコレクターで全然行動できないのに、これさえあればっつって、借金して、教材買う。それはバカだと思います。<laughs> そもそも行動できてないやんと。<laughs> ね、今日から買われるんですかっていう話なんで、それは僕はよろしくないと思いますね。うん。だまあ、すべて本当に客観的に見て、あのどれがいいのかなっていうところですよね。だから僕はまあ、使える、まあ、金利が安い。 金利がないやつとかね、MacBook も僕、金利なかったんで、0円だったんで、ローンで買いましたけど、うん他にも住宅ローンもクソ安いし、今。まあ、昔の金利に比べると住宅ローンってクソ安いんですよね、今。うん、で、あとは、その久保さんが言う通り、うん、そのなんだよく言ってるのが、70までね、ローンとかはきついじゃないですか。だから、その年齢ですよね。じゃあ、例えば35年ローンを20歳で組んだとするならば、55じゃないですか。 55。まあ今、まあ平均寿命から言うと、55で死ぬってことは、まあ平均寿命から換算するとないですよね。うん。じゃあ20からローン組めたとするならば、僕は組んだ方がいいと思います。ただし、ただしですよ。ただし、自分がどういう状況かっていうのが大事です。例えば、会社勤めして手取り20万しかないのに、35年ローンするとかね。それは僕は無あちょっとどうなのかなっていう思いますけどね。それは。 だからその、なんだろうな、自分の将来像だったりとか、今の収入だったりとか、すべてトータル的に考えて、将来像を見込んで、っていうすべてをこう、網羅して使うか使わないかっていう、うん、感じですかね。ただまあ、なんだ、クレジットカードとかも信用あれば通れるし、だからなんだ、セルフバックもそうじゃないですか、サラリーマンの人で信用ある人はクレジットカードいっぱい作れると思うんですよね。久保さんはブラックだったんで作れなかったわけじゃないですか。 だそれは使った方が良くないですか信用使いになったらクレジットカードでセルフバック。この前も僕カード1枚作りましたけど、三井住友ね。1万円ぐらい。新しい三井住友のクレジットカードが出て、それセルフバックキャンペーンやってて1万600円だったかな通りまして、えー。1万600円月中ですね。<laughs> 使えるものを使った方がいいですよね。うん、そう。 だからまあサラリーマンの人の武器って信用だと思うんで、その信用をどう生かすかっていうところですね、どう使うかっていう。で、このよく不動産、サラリーマンの不動産投資で、この金,金利で抜いていくみたいな、なんかありますけど、あれはね、僕、お勧めしてないですね。うん、まあ、借り入れしまくって、借り入れしまくって、その、えっと、不動産の回してる金利と、借り入れの金利の,その差額を取っていくっていうや,や,やり方あるんですけど、それはちょっと危険ですね。 それは僕おすすめしないですね、そこは。これはね、やっぱね、なんかビジネスをやってないと、どれが危ないのか、どれがいいのか、正しい選択なのかっていうのが、まあ正解はないんですけど、正解はないんだけど、精度ですよね。ここは行っちゃいけないなとか、ここは OK だなとか、なんかそういう判断基準もビジネスをいっぱいやってると、やっぱ身についてくるわけですよ。うん。 なんか常にやっぱキャッシュフローを考えるっていうのがすげえ大事だと思います。キャッシュフローですね。うん。まあ、ということで、まあ、親父に買った車は200万あのローンで、<laughs> 毎月3万8000円ですね。<laughs> 3万8000円。<laughs> いや、3万8000円ぐらい頑張れ、僕頑張れるよっていう話で。<laughs> ていうか、3万8000円もね、プラスアルファで稼げないんだったら、それはもうちょっと、 僕、独立して4年目できないですよ。プラス3万8000円の売り上げも作れませんってったら4年も自由にできないですよ。うん。っていうところも自分の戒めというかね。っていうのもあるし、まあいろいろな要素ありますけど。まあいいや。とりあえず、まあ信用は使えるんだったら、うん、考えて使えとかね。考えて使え。使い倒す。うーん。考えて使え。まあいいや。ちょっとタイトル考えます。いってらっしゃい。